ね、僕はですね、ヨコタンという名前で、こういう漫画を描いてるものです。僕は任天堂信者ね。ポケモン GO はね、僕は一応守秘義務に守られてるから何も言えないけど、今ベータテスト、クローズドベータテストを人員をね、一気に増やしたの。その第2次のやつに当たったからやってるよ、今、ポケモン GO。別にそれは言っていいんだよね。だってツイッターで検索したらみんなポケモン GO 当たりましたって言ってるもん。まあやってるんだよねしか言えないよ。ここで例えばさ、酷評しまくったらどうなの？それか絶賛しまくったらどうなの？ただし、あれ、任天堂にどんだけの利益が入るんだっていうところがちょっと問題になってきてるわけですよ。やっぱ、なんだっけ、ポケモン GO、ナイアンテック社が作ってるイングレスだっけ？イングレスをポケモン向けに分かりやすくするっていう話なんだけどさ。いや、売れるといいなぁ。サンムーンとどんぐらい連動するかっていうのは結構肝になってくるような気がするんだよね。サンムーンとの連動と、あとはやっぱりそのポケモン GO 同士のプレイヤー間の連動だよな。そこなんだけど、ちょっとベータやる限りでは何もわかんないからさ。ああ、これ、絶対言っちゃいけないのかな、これって。でもイングレスの仕組みってさ、イングレスはプレイヤーがそういうなんかスポットみたいなのを作れて、そこに歩いて向かって、そこでこうクイーンってやると何かができるわけ。だから、実際の、これはイングレスの仕組みも同じだから、実際のね、フィールド上のスポット、例えば、まあ、ケンタッキーのカーネル・サンダースとかさ、あるじゃん。カーネル・サンダース。あとは、郵便局。西日暮里なんとか郵便局っていうのがポイント、スポットになってて、そこに行って、こう、クイーンって回すとさ、なんかいろいろアイテムをゲットできたりっていう話なんだけどさ、そこで一つね、まあ、気になるというか、そのポイント自体は、ユーザーは現状は今作れない状態になってるわけよ。だから、まあ、誰が作ったのかは知らんよ。だけど、まあ、それなりに、その、例えばさ、壁画だったりとか、渋谷だったらハチ公、当たり前だけど、で、上野だったら西郷さんとか、そうやっていろんな上野駅だったり、その中に一つ僕が気になる、最初から入ってるポイントで一つ気になるのがあって、創価学会 創価学会ビルか、国分寺かなんかの方の これさ、ポケモンの世界でさ、これは僕は、まだベータセットだからこうやって言えるよ。もう、これは、意見として言いたいけど、そういう思想が入ったものは、やめていただけませんか？だってさ、子供たちがさ、じゃあ次のスポット行くぜ！創価学会ビルだぜって言ってさ、やったー！ゲットだぜ！ってやってるのを見たらさ、そういうことやらせちゃいけないよな。うん。だから、あれは、そのベータテストだけのね、スポットであってほしいから。いや、だって、まあ、創価学会は確認したんだけど、そこのさ、幸福の科学はさすがになってなかったんで、スポットに。その差とかさ、僕わかんないから、幸福の科学と創価学会がどんぐらいの、規模でどんぐらいとかさ。うん。まあ、その創価学会が悪いとは言わんけど、そういうものを、ポケモンワールドには入れないでほしい。それはちょっとこう、NG かなっていうのは思いますよね。うん。そこだけね、気をつけてください。創価批判じゃないじゃん、これって別に。宗教批判じゃない。ただ、その、ポケモンにはそういう思想は入れちゃいけないっていうだけ。うん。わかるよね、それぐらいね。それしか僕は言えないね。やっぱりその、守秘義務に守られてるし、僕って結構そういう口の堅い人間ですから。まあ、ポケモン GO もね、今そのベータテストで一生懸命ね、テスターとして頑張ってるぐらいだから。スポットをね、ユーザーが作れるんだったらいいんだけど、現状作れない状態でそういうものが入ってたから、じゃあこれ入れたの誰なんだと。まあでも期待してますよ。サンムーンもね、ポケモンサンムーンも僕の誕生日と同じところにわざわざね、合わせてきたから、僕の誕生日に合わせてきやがったね、なったなって言ってね、これは正解だって言ったらですね、ポケモンの神の増田純一さんがいいねを押してくれてたからね。すごいよね。増田純一さんがいいね。だからポケモンのディレクターっつうかもう、ポケモンを司ってる人がさ、回り回ってね、増田さんのタイムラインに僕のそのツイートがね、流れたらしくて。だって自分の誕生日に合わせてくれたってすごい嬉しいじゃん。